最強レイド、ラグラージ。どうも、コタタです。新たなご三家の最強レイド。ラグラージとは、どんなバトルを展開するのか？早速戦いに行きましょう。派手に行くぜー。応援の水御三家、最強、ラグラージ登場。あれ？今回は変な声聞こえなかったな。皆さんの耳を守るためですよ。で、今回はどのポケモン使うにゃ？今回は、まず、このヨザルで戦います。覚えている技はこの3つ、ゴーストテラス、あくび対策で、特性歩き。持ち物貝殻の鈴、性格いじっぱり。努力値は、攻撃と特防に振りました。すごい特訓も忘れずに、フンドの拳の回数も増やしておきましょう。あと今回は、もう1匹用意しました。もう1匹は、シャワーズです。覚えている技はこの3つ、エスパーテラス、特性貯水で、水技を無効にします。持ち物貝殻の鈴、性格控えめ、努力値は、特攻と防御に振りました。すごい特訓も忘れずに、アシストパワーの回数も増やしておきましょう。どう戦うかは後ほど解説します。トリマポケポータルから最新の状態にして、ラグラージのとこへ向かいましょう。ヒーローの出番です。よっしゃ、ラグラージ発見、まずはこのヨザルからです。バトルしようぜ！ほんで、どう戦うにゃ？ビルドアップ1回、フンドの拳連打。リセット後はビルドアップ1回、余裕あれば気合ダメ、その後テラスタルして、フンドの拳連打です。気合ダメをした方が早く倒せますので、できればやりましょう。感じで戦っていきます。次はシャワーズです。溶ける1回、瞑想2回、アシストパワーリセット後また溶ける1回、瞑想2回、その後テラスタルしてアシストパワーです。ちょっと時間はかかりますが、割と安定して勝つことができます。こんな感じで戦います。眠らされたり、ヒットポイントやばい時は、癒しのエールしましょう。トリマ倒して、ラグラージ捕まえましょう。はい、ラグラージゲットで、大丈夫。報酬で、秘伝スパイス出ることも、なので、今回も周回がおすすめ。ほんで、捕まえたラグラージは、レベル100、毒テラス。覚えている技はこの4つ、特性湿り気、夢特性。ほんで、もちろん最強の証持ちです。ラグラージを無事倒したので、今回はここまで。このヨザル、シャワーズ、どちらもおすすめですが、周回するなら早く倒せるこのヨザルかと思います。トリマ開催期間が短いので、お早めにチャレンジしましょう。あ、チャンネル登録や高評価もぜひお願いします。ほなまた。頼んます、チャンネル登録よろしくです。